木村義雄は日本の作曲家、ギタリスト、東京都出身、ジャズギター界で黄金の指を持つ男の異名を持つ人物。後に演歌、歌謡曲に転校し、三空ひばり、五木博キをはじめ、様々な歌手のレコーディングやコンサートに参加、多くの名演を残した。1996年7月5日、肝不全のため62歳で死去。木村は最初、 エレキギターを弾き、ザブルービーツでリードギターを担当。その後、木村よしおとザビーアーズを結成し、主に演歌の LP レコードなどを数多く発表した。また、テナーサックス奏者の松浦康信との共演も多く、コロンビア、ビクター、キングなどで数々のアルバムを発売した。また、作曲家としても活動し、五木ひろしのお前と二人、 幸せ探して、石原雄二郎の雪な酒、天童よしみのデビュー曲、風が吹くなどを作曲した。木村は1994年頃から体調を崩し、一度倒れた後、俺はもうギターが弾けない。と妻に嘆いたという。最後のステージは森新一のコンサートでのギター伴奏であった。以後入退院を繰り返し、1996年に、 肝不全のため62歳という若さで死去した。成去後も、木村義夫のギター演奏の評価は高く、今も多くの愛好者がいる。ありがとうございます。